お寺仏像あるある、お寺や博物館で見かけるお寺女子。もらった御朱印がまだ乾いてなくて墨が手についてしまうお寺女子。あえて周りにも聞こえるぐらいの大きな声でお経の知識を友人に説明するお寺女子。今のは光明真言って言って、どんな仏様にでも使える魔法の言葉みたいな、魔法の呪文みたいなものだよ、うん、仏像に顔を近づけすぎてガラスケースにぶつかるお寺女子。撮影 OK の仏像の写真を撮りすぎててうるさいお寺女子。